皆さんこんばんは、ネイルドットコムです。これポンコツって書いてある。そんなんで仕事すんなやとかね、言われちゃうかもしれないけど、今日はですね、以前コメント欄でいただいたんですけれども、クリアジェルをカラージェルにする方法、なんか調べるといくつかあるみたいなんですよ。でそれをちょっとやってみてくださいっていうことだったので、今日はそれをやっていきたいと思います。まずはね、ちょっとやり方をね調べていきたいと思います。クリアジェルをカラージェルにする方法、アクリル絵の具を使うみたいですね。アクリル絵の具を多く混ぜすぎるとライトに入れてもジェルが硬化しません。ほんのちょびっとで十分色がつくので、混ぜながら足していく方がいいかも。なるほどなるほど。まずじゃあこれやってみましょうか。アクリル絵の具です。はい、今回使うのは、クリアジェルと発色のいい白、あと絵の具みたいですね。絵の具はね、なんか何でも良さそうなんですよね。ターナーだとちょっと硬いのかな。まあ、絵の具って皆さんいろいろ持ってると思うんですけど、メーカーによって全然硬さがね違ってて、まあ、リキテックスなんかは結構もともと柔らかいので、まあ、そんなに水を含ませる必要性がないもの、これもリキテックスですね。でターナーは結構硬めなんですよ。であとね、これはね、これなんだ、ちょっと読めないし、いつ買ったかもちょっとよくわからないし、ピントも合わないし、とね、これいつ買ったかちょっとわかんないんですけど、多分一番最初の産休とか受けるときに買ったやつだと思います。でこれもターナー、ターナー、これがホルベインかな、これホルベインかな、ホルベインですね。まあ私の持ってる絵の具はこんな感じです。結構ね、2級受けるときとかによく使ったのはやっぱりこのリキテックスを多く使いました。まあ、なんでかっていうと、水を含ませる必要性がないっていうので時間短縮につながると思って私はリキテックスを使ってました。実際にやっぱりこうなんか自分でいろんなアートをやりだしたりとかした時に濃さを調整できる方がいいと思って、多分この辺は買い直したのかな。あんまり覚えてない。でもすごい、でもね、ここにね、私アクリル絵の具、アクリル絵の具、アクリル絵の具、アクリル絵の具って書いてあるから、なんかの試験で多分使ってます。はい、でこれは多分買い直したもの。今日はちょっと硬さのあるものの方が発色がいいので、リキテックスはこんなにいっぱいあるんですけどしまいます。でなんか画像だとホルベインを使ってやってるんですけど、ちょっとねターナーでいこうかなと思います。こことここにしよう。なんかね、本当に少量でいいみたいなので、こんな感じ、こんな感じ。本当に少量でいいのかな、こんなんでいいのかな、これだと多いのかな。これとこれをまず出して、次に発色のいい白、こちらのね、ネイル工房さんが出してるアートホワイト、今回はねプロ用品を使わずにできるかっていうのが結構私の中ではポイントだったりするので、これをね今日は使っていきます。クリアジェルはこちらのオールインワンジェルを使います。これが一番多いみたいですね。こんなもんかな、今こんな感じです。ちょっとね、クリアジェルに白混ざっちゃってるんですけど、ご愛嬌で、ちょっとね分かんないんで、まずこの量で混ぜていきたいと思います。なんかアクリル絵の具はやっぱり出しておくと乾いてきちゃうみたいなので、おーすごいね、でも乾いてきちゃうからやっぱり早めによく混ぜてねみたいな感じで書いてあるんで混ぜておきます。あでもこれ良くないですかね、こんな感じの色になりました。なんか新生児の赤ちゃんのみたい。で新生児じゃない赤ちゃんいないな。でどうやらまあこれをこのまんま爪に塗ってっていいみたいです。筆に取った感じは全然普通のジェルとあんまり変わらないですね。別に粉っぽさとかもないので普通のジェルだと思います。ではね、塗っていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとね画面で見ると分かりづらいかもしれないんですけど、ハケ跡はすっごい残ります。ハケ跡がすごく残りやすいなっていうのが今触ってみた感想ですね。
で、これがちゃんと効果をしてくれればいいと思うんですよ。でもまあ履き跡なんてこう慣れてくれば大丈夫だし、二度塗りとかすると意外と結構気にならないぐらいまでなくなったりとかするので、これがね固まればいいと思ってるので、このライトの中に入れていきます。はい、硬化が終わりました。ではね、二度塗りしていきたいと思います。二度塗りしたらこんな感じですね。履き跡はともかく塗りやすさ的には、固めのクリアジェルとアート用のホワイトを使って混ぜているので、ジェル自体がもともと硬いテクスチャーのものになっております。なので結構ね、塗り心地的にはちょっと硬さのあるカラージェルぐらいの感覚です。そんなにね、アート用を塗ったりとかしてるような、私以前にアートイエローをベタ塗りしてるんですけど、それよりかは全然硬さはない感じの塗り心地になっております。ちょっとね、硬化しちゃいます。なんか自分の爪がこうやって光ってるのって気持ち悪いよね。はい、硬化が終わりました。ちょっとね、思い切って爪でこうガガガッと一直線に行ってみたいと思います。多分ここで未硬化が残ってるだけだったらそんなに思いっきりはめくれないと思うし、ちょっと指先につくぐらいだと思うので、ちょっと思い切ってガガガガッといきたいと思います。いきまーす。あ、ちゃんと硬化してますね。ほら、取れないもん。このやり方は結構いいんじゃないんですかね。このやり方でカラージェルを作った際のデメリットなんですけれども、この作った顔料を取っとくことはできないみたいです。作った顔料を取っとくことはできないから、こうなんかちっちゃいポッチ袋みたいな、ジップロックみたいな、そこんぐらいのやつに入れて潰して両面を硬化させて、まあ、自分で好きな形に切ったりとか、パチンとやるやつとかを多分使って自分の好きな形に切って、爪の上にホログラムみたいな感じで乗せて使用するっていうやり方になるみたいです。この状態でね、取っておくことができないっていうのが少しデメリットかなと思います。1回でね、使い切れる量ってなかなか見抜けないと思うので、それを考えるとちょっとそれはなんかデメリット、ちょっとね、コスパが悪い点なのかなって思いますね。ちょっとね、あともう1回重ねてトップジェルを塗ってで硬化しておきます。次のカラーの作り方なんですけれども、こちらを使っていきます。アイシャドウ、これね、ドン・キホーテで500円ぐらいで買いました。で、まあいつものちょっとね、このパレットにまたやっていきます。使わない色にしよう。これでもドン・キホーテで500円なんで、まあアイシャドウとしては安いですね。なんか100円ショップで売ってるアイシャドウでもできるみたいなんですけど、ちょっとたまたま家にあったんで、こちらね、ジェル、クリアジェルをパレットの上に出します。アイシャドウ、あんまり多分薄い色だと色が出ない気がするので、どれ、ちょっと青使わないんで青行きたいですね。ちょっとこれ削ってっていいですかね。お、これなかなか濃くないですか。これなかなか濃い色じゃないですか。で、これをこのまんまいけるかな。どんぐらいなんだろう。ちょっとこれで今出てるものでちょっと混ぜていってみます。あ、でもなんかちょっとね、このアイシャドウを崩しながら混ぜていきます。なんか混ぜたら混ぜた分だけ色はつくんですけど、その分結構固めのテクスチャーになってきちゃうんで扱いにくそうですね。こんなもんの方がいいかな。ではね、塗っていきます。かなりね、もたっとした感じですね。マイル、なんかパールっぽい感じですね。ちょっとライトに入れて一度硬化してみます。つや消しのマットって感じになりましたね。二度塗りしていきます。あー、ちょっと綺麗に粉々にできてなかった。ダマ感がね、結構いろんなところにちょっと残っちゃってますね。これも硬化します。二度塗りした状態だとこんな感じです。ちょっとね、これに、トップジェルを塗っておきます。まあ、トップジェル塗ってみたらまあ見れるかなぐらいですね。やっぱりでもここら辺のなんかシャドウのダマとかは見えたりするんですけど、まあまあまあ普通にジェルって言われても別に不思議ではないような感じの色味になりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと衣装が変わってる。前回ね、お撮りした時にアイシャドウがなくって、アイシャドウをね、一回撮りに行ったりとか
して、なんだかんだでちょっと日にちが経ってしまいました。はい、でですね、今日ご紹介させていただいたアイシャドウを使うのとアクリル絵の具を使うものやらせていただいたんですけれども、私的にはやっぱりピカエースさんとかが出してる顔料を購入してやった方がいいのではないのかなと思いました。なんかたまたまこうどうしても今この色がなくって、どうしてもちょこっとこの色使いたいとか、キャラクターネイルとかでちょこっとこの色使いたいとかって言うのであれば全然大丈夫だと思うんですけど、もともとはジェル用品じゃないものをジェルに混ぜるとやっぱりなんか化学反応とか起きて紫外線当たると黄ばんじゃったりとか、色が退色していく原因にもなるのかなっていうのが少し不安点ではやっぱりあるので、そういうのを考えると全部が全部ジェル、カラージェルは買わなくていいと思うんですけど、ほんと緊急事態の時に使う程度の方がいいのかなと思います。皆さんの知ってる他のこうクリアジェルをカラージェルにする方法とかあれば、ぜひぜひコメント欄にお願いします。ぜひね、その方法も後日ちょっとやってみたいと思ってるので、もしその方法あれば教えてください。今回ね、使用したクリアジェルとアクリル絵の具とピカエースさんの顔料に関しては概要欄の方にリンク貼ってあるので、もしよければね、そちらから確認してみてください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。